なんか今風潮って言ったらなんだけど、はい、東京で言うとちょうどアレックス・カッツの展覧会やってて、うんうん、はい、まあ、カッツの作品なんかは、まあ、今の流れ、本当に今の流れを作った人っていう、まあ、ニューペインティングの代表的な作家さんで、非常にあの客観的な距離感がすごいあって、うんうん、で乾いていて、はい、まあ、そういう部分ではすごくなんか真逆な雰囲気、真逆ですか、うん、でもなんか教授にあの髪の毛の描き方がカッツっぽいって言われたことがあって、私のその何でしょう、スライムにはその、うん、うわーっていうすっごい、うん、あの狂気的な集中力、うん、自然に出てしまうものですけど、それが入ってて、うん、なんか髪の毛には私のそのちょっとラテンの血ですかね、なんかもう、はいはいはい髪の毛はいみたいな、なんかすごい、うん、まあ、ちょっと写真で見るとすごい髪の毛うまく見える時もありますけど、結構あの実際見るとすごいなんか子供がバーって、うん、なんかそれこそ本当乾いた感じで楽しそうな、なんでしょうね、ねっちりしたっていうか、すごいパパパっていうスピード感のある髪の毛、まあ、好きなんですよね、髪の毛描くの、なんかはい好きはいみたいな感じで、それカッツっぽいって言われたことがあります。なんか確かにこういうちょっとしたその流れとか、そうなんか線の流れとか、そうそうそう、それがコタオっぽいことなんじゃないかって教授に言われたことあるんですけど、なんかやっぱそこもね、まだ絵の可能性いろいろ、なんかそういうね、そうだよ、とこもまだ引き出せるだろうし、まあいろいろやってみたいです。なんかどうしてもみんなこのスライムにばかり目がいっちゃうかもしれないけど、でも実際のところはそのさっきちらっと話したけど、そのヌメッとしたとか、うんうんうん、そういった絵の質感自体、うんうん、そのサーフェスの雰囲気自体が友澤さんの絵だって、うんうん、別にいつしかこのスライムも必要なくなることもあると思うし、そうですね、なんかこれはすごいもう本当にたまたまいろいろうまくいったっていう絵で、もちろんすごいシリーズとして展開していく意味も自分感じてますけど、すごい自分の中の一つの面って感じで、本当はもっとすごい荒くれてますし、あのなんか私のロックだもんねノイズっぽいものが好きなんですよね、絶え間なく、うん、あの絶叫してる声とか、うんうん、いやみたいな声がそのしゃがれてもう密度が全部埋まってるみたいな、それが一番安心しますね。それが流れながらもう一個なんか違うなんか曲流れてるとか、うん、もう4つぐらいそれ流れてるみたいな、なんか自分はなんかそれだと思ってて、だからなんかちょっと綺麗すぎるっていうか、一番綺麗な目頑張って出した絵かもしれないんですよね、これは。今回 の, あの、はい、まあ、ウィンドウ、はい、シュベセブのウィンドウもあの飾るわけだし、はい、作品もまあそういう感じなの。あの一番綺麗な面だ、はい、できる限り、いやそんなこと、いや、まあなんか、まあ、やっぱ、うん、絵に対しての責任をちゃんと取ろうっていうのがすごいあるんですよ。そこは違う立場であるみたい。ものすごいあって、うん、天秤座なんですよね。すごい天秤を取ってるんですよ、うん、いつもその、うん、暴れたい自分としっかり責任取ろうっていう画面に対してね、うん、をいつもすごい距離をいろんな距離から見てます、うん、なんか今の話聞いてると、その自分のそのクリエーションとしてその表現の方法として、むしろスライムだけじゃない、うん、絵画だけじゃない、なんかそういう映像の作品とか、そうですね、そういったものもなんかすごく発展しそうな、はい、あの今卒生やってるんですけど、うん、映像を作ろうとしてます。そうなんだ、はい、楽しみだ。音楽も、うん、まあ、自分で編集して、うん、そうですね、もっとだからもちろんこれは続けていきます、うん、自分の、うん、っていうか自分のこの絵はすごく好きなんで、うん、やっぱり両方どっちもちゃんと責任取る自分も、うん、すごい解放する自分もどっちも高めながら、高め合うような感じで、なんか本当に楽しく制作できたら一番いいなと思っています。ある意味このスライムって絵に対するノイズなの？どうなんですか？
なんかそのノイズを自分でかぶせてるのかなって今の話聞いてると思ったりもして。そっか、始まりはそうなのかもしれませんね。なんかこのままでいいのかとか、そういう今の実態があって、それを何かするためのスライムだったりとか、そういうなんかノイズ的な意味合いなのかなとかって確かに、とか、なんか確かにジェンダーで突然顔にスライムを浴びるっていうのは、ノイズを作った瞬間なんですかね。なんか、そうかもしれない。あの、落ち着けたんでしょうね、自分を。で、それがすごくその自分の絵の構図として、はい、自分の絵の、そういう風としてしっくりときたっていうのは、そうですね、すごいしっくり、そうですね。そんな友澤さんのその、はい、今を映し出したような作品が、まあ展覧会が、12月の27日から、1月の21日まで、そして、渋谷西部のウィンドウも含めて、渋谷西部の中に、まあ、年末年始お正月っていうことになるのかな、ね、含めてって、すごくまあある意味ではもうインバウンド海外の方もものすごい時期かもしれないけれども、まあ、そういう意味ではあのそういった友澤さんのそのモーメントを感じてもらうようなそういう年末年始だったらいいなと思います、はい、ありがとうございます。あとまああのまあたまたまですけどその、はい、その時期ちょうどあのまあ画廊の方では友澤さんで、オルタナティブスペースの方では以前渋谷西部のウィンドウもやってもらった、杉山さん、マイラブです、まあ、同時の個展ということで嬉しいです。楽しみにしてますので、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。